John almost never studied never school この文章あの深疑問文の問題だっていうのはすぐ分かると思うんですがむしろこの「オールモースト」ってどう処理したらいいんだろうっていうところでちょっと引っかかった人いるかもしれませんね。というのは「オールモースト」っていうのが副詞でありそしてこの「オールモースト」ってねくっつくあの「就職する語」って結構限られてるんですよ。オールモーストって「オール」とか, every とか「エブリ」とか。 こういうことをくっつくことがほとんどであまりこのネバーとくっつくっていうのは見たことがないよっていう人は少なくないかなと思います。が一応ね働きとしては実際こういう言い方もあってまあほぼまあのほぼ全く何々ないですからまあめったにこれこれしないとか要はあのゼロ回では本当はないんだけど限りなくネバーであるよみたいな意味で、えー、使うことが多いです。 まあ、almost all, almost every. まあ never っていうのはもともと一度もこれこれないですから全くない。で、それに限りなく近いという意味で捉えてもらったらいいと思います。で、今回の問題はジョンオ almost never studied at s c h o o l、えー、はほとんど学校で勉強をしていなかったという意味になるんですが、その時の深疑問文でどうしましょうかって問題ですね。まあ、ただ、 まあここ「ネバー」というのがありますから「オールモンスト」でちょっと和らいでいるとはいえ全くないではないんだけどもただ全体の働きとして否定を表しているのは間違いありませんからでその発言にちょっと自信がなくなってえこれ合ってましたっけ大丈夫ですよねえまさかあの実はあのジョンって え結構学校で勉強してましたもしかして肯定だったりしますえ念のための確認ですけどこっちでやってますよねみたいな感じで表現するのが不可疑問文ということですからじゃあここに入るのは何ですかこの文章を肯定にした時の形を疑問文で入れてあげればいいということになります。そうすると、まあ、当然これ否定に対する肯定ですからノットがついているような選択肢っていうのは絶対選べませんからね。そして、えー、動詞の形ですね。 まあ、ハッドなのかウッドなのかっていうことになりますが、まあ、これはどこに対応させるのかというとこの主説の主文章に対応させますそうするとあくまでこれって一般動詞の過去形が使われているわけですから一般動詞の過去形を使った否定文に対応する肯定形だったら。 まあ、did he という形で選んであげればいいということになります。まあ、この never という否定語がありますから、あくまでこれは、だから、john didn't study at school と、まあ、限りなく近い働きをするものとして捉えてもらったら、まあ、こっちが didn't だから、こっちは did he にしましょうね。というのが分かったんじゃないかなと思います。まあ、もう一つ、先ほども言いましたが、この almost never という表現、めったにないという意味で、こちらの方も合わせて押さえておきましょう。